高度な日々。快適でしたね。快適こんにちは、マッキーです。こんにちは、モーシャです。はい、これね、工場を発足させてもらったんですけど、今回ご紹介しましょう。こちら電動アシスト付き電動アシストアシストあ、噛んだね噛んだねいいね、普段俺よく言われるからこれちょっと仕返しできたわすごくいいね。はい、一応ですね、今回、この電動アシスト付き自転車噛んだよねまあ、あのですね、はい、なんでご紹介したかというと、取り扱い開始ということです。はい、ご紹介、こちらの電動アシスト自転車の取り扱いが開始したと。そうです。はい、はい、なるほど。こちらは、何の電動アシストになるんですか。一応ですね、もう自転車なんですけど、自転車なんですよ。はい、おしゃれでしょ。そうですね。はい、これなぜおしゃれかというと、もともとこのアパレルとかを経験した方々が開発した自転車、こちらが、なのでやっぱり僕らが乗りたい自転車に本当に理想の自転車って言ったら、そうだよね、ゴミなのよ。そうですね。何かっていうとやっぱりこう電動付きアシスト自転車っていうのは、やっぱりママチャリからね、奥様方が乗られるママチャリっていうものがありまして、そこから始まった自転車なんですけど、まあ僕らアパレルちょっとおしゃれして自転車乗りたいなって、こういったものを乗りたいなってところで、それやってグラウンドが、グラウンドがボカブレーク、ボカブレークっていう自転車です。特徴としてはちょっとバイクっぽさ、ありますよね。そうですね、タイヤもすごく、タイヤも太いんですよ、かなり、太いんです。ね、また後でちょっとご紹介、まあいろいろね、細かい部分をご紹介しようかなと、はい、まずですね、ちょっと説明していきましょうか。はい、はい、これで、ここにバッテリーがあります。ここにバッテリーがございます。はい、バッテリーですね。はい、でこれが、充電がですね、6時間、6時間でフル充電、なるほど、はい、なります。はい、フル充電って大体何キロぐらい走るんですか。大体なんですけど、これまたちょっと細かいことになってしまうんですけど、電動アシストのモードがあって、はい、1から5まであるんですよ。あ、じゃあまたそれは後ほど、後ほどその走行距離に関しては、走行距離に関してはやっていきたいと思います、はい、まず扱いとしてはここバッテリーがあるんで、はい、ここにアシスト付き自転車を発動させるときは、ここにスイッチがあるんですね。1と0見えるかな、ここに1、はい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 、はい、でこれを、まあオンが1なんですよ。はい、じゃあ1の方にそうしていただく。なるほど。でここにハンドルの部分にですね、ここに、はい、メーターがついてるんですけど、ここの電源を入れます。入れます。後ろなんですね。はい、入れます。長押しです。で電源がつきます。あ、つきました。つきました。はい、はい、これがさっき言ってた、見てもらったら今1って書いてあると思うんですけど、はい、はい、これがモードです。まあ1、2、3、4、5、ね、こう段階があるんですけど、はいはい、でここにトリップって書いてあるのが何キロ走れますよっていうのが出るんですけど、これはちょっと走ってくうちに出てくれますね、はい、なのでまあちょっとまあ軽く出かけた時に、はい、まあ、充電し忘れたっていうことがあれば、このモードを、まあ考えながら、はい、まあ、ゼロ、まあ数字が大きいほど力が強いんで、あ、5まであるってことなんですね。そうです、はい、バッテリーの減りがやっぱり5は速い分、力が減りが速い、減りが速い、はい、まあ、バッテリーここもあるんですけど、ここ見ながら調整、はい、家にたどり着くまでの調整をしてます。なるほど、
はい、まあ、切れた場合でも、そうそう、切れた場合でも、ね、通常の自転車として、そうそう、ここ、はい、ここにあギアがあるんで、なるほど、はい、え、これ7速、7速あります、あ、7速変換なんですね、はい、これ7速をうまく使って、まあ、だけどね、僕乗った感覚ですよ、はい、これバッテリー切れて、あ、シマノの、そう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 、はい、一つ、うん、バッテリー切れました自転車として帰りますってなった時に、うん、1で、はい、あのね、折りたたみ自転車ぐらいの感覚、あ、ちょっと軽くて軽くてさらっという感じ、うん、結構まあだけど漕ぐ量は多くなるかなって感じ、うん、で2足で、まあ、普通の自転車、自転車、うん、なるほど、ママチャリぐらいの感覚ですね、うんうん、で、あとは3、4、5でちょっとお好みで、はい、うん、まあ、下り坂とかスピードが出た時にな感じの、え、これマックスのモードで、はい、大体何キロぐらい出るんですか、これね、24キロぐらい、24キロ24キロ出るんですね、すごいですよ、やっぱりね、24キロってすごくないですか、すごいですよ、これね、体感速度ってやっぱすごいなと思ったのが、うん、バイクのさ、20キロってめちゃめちゃもう怖いじゃん、車もむしろ遅くて、こう、まあでも原付の法定速度30キロですからね、まあそうだね、って考えると24キロってそうだね、よく考えたら確かにそうなんだけど、そうですよね、ただ自転車での20キロオーバーって、うん、体感速度やばいんですよ、そうですよね、これ何でかっていうと不思議なもんで、うん、やっぱこう人間ってこう自転車から乗るじゃないですか、うん、自転車なんですよ、うん、なのにこう食べ物と一緒でね、うん、目隠しされたらさ、味覚ちょっとおかしくなるじゃないですか、うんうんうん、だからあんな感覚に近いんですよね、自転車だと思って乗るから、あー、なるほどね、カーのなんかその20キロめちゃめちゃ速く感じるんですよ、のままチャリでも盛りこぎすると怖いですからね怖いですよ、怖いですよね、もう最強だと思いながら盛りこぎしますけどね、うん、まあ、一応ね、僕らもおしゃれしてこんな時代なので、うんうん、少しでもおしゃれになんか日々を過ごしたいなっていうことで、はいはい、うん、こういう自転車を取り扱い開始したということで、はい、ここまたすごいのはやっぱディスクブレーキっていうのか、そうですよね、自転車には珍しいですよ、ディスクっていうのはもうこういうディスクを挟んでこうブレーキを止めるっていうようなところですよね、へ、ね、はい、一応車体価格、はい、19万9000円、うん、税抜きなんですけど、はいはい、で一応オプションがいろいろつきます、うん、オプションを自分で好みに合わせてつけていくっていう感じですね、はい、まあレザーシートだったり、うん、はい、これもオプションなんですね、オプションです、レザーシート、はい、でこれライトはなんか結構ほぼほぼあのみんなつけるみたいですね、 95% 以上、あ、これもオプションだけども、オプションになるんですよ、ほとんどの方はまあ専用のライトなので、これは 95% そうだ、95% を、まあ、本当このロカフレーム欲しいっていう人は、うん、やっぱこのね、LED のライトがついてるから1個欲しいっていう理由にもなってると思うんですよ、でこれね、光る、まあ、つけますよね、こう、ガラス、あ、結構これ結構欲しいですね、欲しいんで、わ、これフレームのこのエンブレムかっこいいですね、かっこいいですね、これ立体的な、まあ、一応ねこれはね、ぜひねおしゃれな方々にね乗っていただけたらなと思います、まあ、正直安い買い物じゃないんで、うん、あれなんですけどね、まあでも普通の電動自転車って僕よく見るのは十何万とか普通に、うん、まあ、するね、しますよね、する、うん、その中で考えるとものすごく良心的な価格なんじゃないかなと、うんうんうん、まあでも言ってもね、19万9千円って結構高額なものなので、ぜひね、こういろいろと試乗しながら、試乗しながら試してもらえたら、まあ一応今回はね、ロカフレームちょっとご紹介させていただきましたけど、まあ、今後うち専用の常に置いてある試乗車もぶっちゃけ4月からあるので、はい、うん、今回試乗会来れなかった人も、はい、実はね4月以降は来ていただければ、うん、お試しいただけます、なるほど、はい、そうですね、ちょっと試乗会が今がちょうど撮ってる時にやってるんですけど、1週間なんですよね、うん、
じゃあ4月になればもうご来店の際に全然乗っていただける店頭で、まあ、どんなものかと、はいはい、ちょっと、まあ、詳しくご説明させていただけたらなと思います、はい、てな感じで、まあ、今回は、まあ、取り扱い開始を記念して、はい、現物もあるのでちょっと撮らさせてもらったんですけど、ぜひ皆さんお楽しみいただけたらなと思います。じゃあもう帰るわ。お疲れ様です。あ、バイクの時間だ。バイトだ。バイト間に合うかな。どうしよう。風がんとね、風がんと、この自転車買ったから風がんと、風がんとか、うん、首になるわけいかんよ。よっしゃあ、もう着くよ。あー、着いた着いた着いた。おでまーす。おかえり。ただいま。ご視聴ありがとうございました。